の力っていうのはそれの対角線の反対側の方に反作用として力が加わるんで、レース用パーツ的なだいぶ構成になってますけど。と言ってもそのステージは単なる農道で、路面は極端なかまぼこ状、アップダウンはあるわ、横風は強いし、湾岸アクアラインの方がよっぽど条件がいい。しかもこの豪雨どういうこと？オフィシャルがドライバーにやめときなと忠告。そんなこと聞く耳持たない。日本のチューニングカーはアメリカを主としてヨーロッパ、オセアニア、アジアなどで人気。自慢じゃないけどオプションの認知度もニュージーランドでもまあまあ。 FD は特に注目された。湿気で最高速ドライバーデイジローのメガネがご覧の通り。天候、路面状況も最悪。さて、うえは、でも走るの？車載カムの映像、路面の湾曲、豪雨、突風、しかもメガネの曇りで視界不良。ニュージーまで FD を持ち込んだのにテスト中止か？マジでこの映像危ねえよ、マジでマジで。それでも280キロオーバー、マシンもドライバーもアホです。こんな企画を考えた私たちはもっとアホ。 OK?OK?ちょっとその路面の話聞かせてもらっていいですか。路面ですか、うん、やっぱりこう歌ってるんですけれども、やっぱりその位置でこうやっぱりさあさあって取られちゃうっていう感じですよね。ハンドルだけちゃんと押さえてれば行くんですけれども、でもやっぱりなんとなくちょっと来るとスースーって持ってかれる感じで、コパンが寄せられた時に路面のちょっと下がってる方行ったりなんかするとそっち行くんで、その修正がいるっていう感じですね。ここまで来たからには一発と小関も必死。最高速歴20年の大もやる気。二人ともいい大人、おじさんなのにどうしてこんなにロータリーとスピードにこだわるんだろう。ふむふむ、やめとけば。さて、湾岸最速の実力は証明できるのか。雨だけどしょうがない、あとは台に任せて行ってみます。その迫力の映像をじっくりどうぞ。危ないよあんたたち。どうでした？やっぱり大丈夫ですか、うん、まあ、今303キロぐらい、303キロもう見えないと帰る。まあ明日頑張りたいですね。壊れないように。やっぱり万が一走り込んでるだけあるじゃん。マスカするじゃん。日頃の行いが幸いしてか、2日目もやっぱ雨です。なんでもう本当にもう今日しかもうコース借りれないんだから、どうしよう、やめとこうか。湾岸でやめとけばよかったと天候を恨む小関。一方、この天候でもやる気満々でマシンに乗り込む大。やはり変なおじさんたち。さて、今日こそは。300キロは超えた。でもまだアクセルを踏み続ける大。
路面のギャップでマシンは浮こうとする。ここでアクセルを入れるのはドライバーの度胸でしかない。湾岸最速と言われるマシンを信頼して。雨の中200マイル、時速320キロは超えたか。ガチャーンとついちゃう。はい、320ぐらいだと思うけどね。320ぐらいだね。スクートの7ですね、320キロだね。200マイルまでほんの少し。もう諦めきれない。そして天は味方した。よし、チャンス、もうここしかない。もうワントライ、 FD 乗りの夢、歩道200マイルオーバーを目指す。ダイもここぞとばかりに気合が入る。8000でもうおしまい。325ぐらいだね。はい、325ぐらいだね。ここに世界行動最速の FD が誕生した。本当危ねえよ、いい加減にしなきゃダメだよ。そして舞台は日本の矢田部に。時は95年、海女さんが矢田部の記録にこだわっていた頃。そのこだわりには訳があった。この道30年、下町の RE 親父がこだわっていたことは NA で打倒 GTR。 そのためにこの NA3 ローター FD が誕生。その方がある程度高い方が、逆にパワー食われますよね。バンクってパワー食われるんですよ。モーテックフルコンピューターシステム。インジェクターは 850cc 6本、ファイナルは 4.1、 テレメトリーシステムを採用。すげえじゃんこの車。ブローバイのオイルが焼けて煙もくもく。残念。果たして記録は？NA 日本最速じゃん。これってすげえ。